自閉の動画解放軍。動画で解放とか。めっちゃええやん。自閉の動画解放軍。皆さんパソコン、スペックばっか気にしてないですか性能ですね。でもパソコンにもムード必要ですよ。今、ムードって言葉は使わないかな。ムードランプって知ってます照明用の明かりじゃなくて、雰囲気を盛り上げるためのランプ。今回、サティス様からパソコンのムードを盛り上げるための LED ストリップ提供いただきました。これを使うと、パソコン、ムード満点になりますね。 まあ、ムードムードって言って何なんだ。じゃあやってみますか。まずキットの中に、この2本の LED ストリップがついてますね。このストリップ、パソコンの中とか、照明つけたい場所、そこに貼り付けてください。今回このキット、パソコンに最適ですね。これがコントロールのボックス。れここに、リモコンの受光部。パソコンの外に出しておかないと、リモコンで制御できないですね。電源を、このコントロールボックスに挿します。あとこれ、パソコンの中の電源に接続してください。 途中に割り込ませてください。これでパソコンから電源が足りますね。じゃあこれから接続してみます。今パソコンの電源入れて、通電状態ですね。このような状態です。リモコンでオン。光りましたね。オフ。オンオフリモコンでできます。他には色、これだけ選びますね。何種類だろう。RGB の3です。5315。15色ですね。では赤。緑。青。あと細かい色選びますね。 ピンクとか。もちろん白もできますよ。これが一番明るいですね。じゃあ点滅させてみましょう。色が段階的に変わりますよね。あとはグラデーションもできますよ。これグラデーションですね。色がスムーズに変わってますよね。他にもいろな点滅パターンがあります。 あとこれ、本来はパソコン用ですけど、パソコンから電源取れれば、いろいろなところに応用できますね。間接照明としていいじゃないですか。あと、これ、12V 使ってます。少し知識のある人でしたら、いろいろな場所で応用できそうですね。もちろん保証外ですけどね。今回はちょっとディスプレイの後ろにつけてみましょうか。ちょっと仮にパソコンのディスプレイの後ろに設置してみました。じゃあ照明をちょっと暗くしましょう。暗くしすぎか。 なかなかちょうどよくできないですね。まあ、こうしましょう。これが赤ですね。色、好きな色に変えれますね。緑、青。ほか細かい色。今赤色、緑、青。ああ、選びますね。結構わかりやすい。自動的に色を変えることもできますね。今自動的に色変わってますね。こういう照明。 パソコンを中心にした間接照明。それが楽しめますね。パソコン周りの色を盛り上げてみたい。そういう人におすすめですね。さてちのコンピュータ LED ライトストリップ。自由自在に色を操ることができますね。ぜひ使ってみてください。自閉の動画解放軍。